ポンチキ油の木曜日は、キリスト教の伝統的な祝祭日の一つである。ファボルキ油の木曜日は、四巡節の直前の木曜日に当たる日で、舎肉祭の期間中に相当する。四巡節の期間中は、断食が必要となるため、その前に、大量のお菓子やごちそうを食べておく、という日である。また四巡節期間中に消費できなくなる乳製品や、卵、 あるいは肉などの食材をこの日に使い切っておくという目的もある。油の木曜日に食べられる代表的なお菓子として、ポーランドのポンチキやファボルキ、ドイツのベルリーナープファンクーヘニア、アップフェルキューヒレなどのドーナツ揚げ菓子類が有名である。また、ギリシャではこの日に肉類が多く食される習慣がある。同様の種子の祝祭日として、灰の水曜日の前日にあたる火曜日にごちそうや、 お菓子を食べるマルディグラ、パンケーキデーなどがある。また、日付、期間は異なるが、ロシアにおけるマースレニッツァも類似する種子の祝祭である。油の木曜日は、灰の水曜日などと同様、復活祭の日付に影響されるため、年ごとに日付が異なる。ありがとうございます。